エラーでアカンスワローズ、アカンスローをやらかして負け、もうヤクルトは最下位になってしまえ。いつもの負けの流れやん。買いまたぎとか嫌な予感しかしない。最下位にふさわしい野球。臭いものには全員で蓋、村上一人に泥はかぶせません。これぞファミリー体質と言わずして何としますか。わざとやってるなど、いつもこいつもひでえわ。もしかして上から再開指令出てる？うちの投手全員牽制下手くそなんやからせんでえわ。結局ノーコンばっかりだからデッドボールもひどいところに行く技術不足。これがヤクルトの家族野球だな。情けねえ。さすがにうちの球団やってるわ。なんか本当に情けない負け方だな。マジで弱いチームの負け方だよ。なってない、守れない、投げれない、ファンバカにしてるだろこの球団。これが今のヤクルトスワローズだよ。キャンプでチーム練習ほとんどしなくて個人練習ばかり好き勝手やらせたツケが来てると思う。プロ野球に入れ替え性があれば今年3部まで行きそう。このクソ守備じゃメジャーなんて無理だな。村上、石山おじさんもう上がり目ねえから泣きついわ。巨人には東京ドームでもわざと臭いサヨナラエラーがありましたからね。笑顔を与えてくれるわ、エミフルってやつか。村上ってこのメンタルじゃメジャー行っても筒香コースにしかならんよな。ご視聴ありがとうございました。